霞網とは視認性の低い針網の一種。霞網に捕獲された鳥霞網は、谷切れ毛、キ地毛、ウサギ網などと並ぶ針網の一種である。日本の鳥獣の保護及び管理並びに、飼料の適正化に関する法律施行規則第6条では、霞網の定義について、針網の内とないを有するものを有としており、この棚糸とは網に、 横方向に通し、網をたゆませて、鳥が捕まりやすいようにしたものである。細い糸で作られた網を空中に渡し、そこに飛んできた野鳥を捕らえるもので、これらに衝突した鳥は、反射的に網を足で掴む。鳥はその体の構造や本能により、足で掴んでいるものを蹴って空中に飛び出してから、羽ばたき始めるが、細い糸で作られた網は、鳥の体を空中に投げ出すのに、 十分な反動が得られず、いつまでも網を掴んで分ける動作を繰り返し、衰弱していく。偶然に風などで振り飛ばされたり、力尽きて、死んだりしない限り、人の手で引き離すまで網から逃れることはない。もがくうちに網に絡まり、羽を痛める個体もある。さらに、長時間にわたって、逆さつりのような不自然な体勢で拘束されるため、疲労による、 衰弱以外にも重力によって血行が阻害され、拡血しながら死に至る例も見られる。霞網は比較的簡易かつ効率的に野鳥の捕獲を行える、反面貴重な渡り鳥などの乱獲につながり、種の存続すら脅かす恐れがあることから、1947年より特別な許可を持つもの以外の使用は固く禁じられている。日本では、 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の使用禁止領具に指定されており、鳥獣の捕獲等の目的での所持、販売、販布は原則として禁じられている。違反者は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される。また、同法の鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網に指定されており、学術研究の目的、鳥獣による 生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止の目的、第7条、第2項第5号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で、鳥獣の捕獲での使用には環境大臣の許可を要する。この規定の違反者にも罰則があり、懲役刑、または罰金刑に処される。 現在でも観賞用や食用といった野鳥の需要は高く、霞網を用いた密漁は後を絶たない。特に種類を問わず捕まえてしまうため今日では、狩猟行為自体が禁じられているつぐみまでもを捕らえてしまうこともあり得るわけだが逆にそれらを目的にした密漁も報告されているなど関係者の意識問題にまで言及されることもあり、登山者やハイカーからの通報を求めるためにも、 環境省や全国の野鳥団体では様々な啓蒙活動を行い続けている。その一方で野鳥の生態調査の一環としてこの霞網を使用することもある。これは鳥を直接傷つけないための措置であり、観測者や研究者は一定時間ごとに巡回するか付近に潜んでいて罠にかかった鳥に識別表や電波発信機を取り付けるなどして再び放っている。特に これら調査資料では、それとわかる旗が立てられているのが通例である。鳥獣保護管理研究会、鳥獣保護法の解説改定4版体制出版社、2008年、26ページ、86から87ページ。鳥獣保護管理研究会、鳥獣保護法の解説改定4版体制出版社、2008年、26ページ、86から87ページ。 ありがとうございます。